ルアクセルがうまく決まるか。本当に大事大事です。その後の演技が変わってきます。トリプルアクセル決まった。天才。この後にトリプルアクセル。緑も天才だけど真央ちゃんも天才。真央ちゃん素直にいい声ですか。トリプルアクセル、うん、完璧です。ちょっとねスライドした。 And look at this entrance to it.And this was a wonderful moment in her program. Very gutsy. Look at the height. Nice. さあ荒川さんに見てもらいましょう。このすごい高さの最初のトリプルアクセル、はい、ここ単独できましたね。そうですね、少し高く飛びすぎてしまってその後にコンビネーションをつけるよりも綺麗に降りた方がいいという判断だったんですね、はい、そして2つ目でコンビネーション、2つ目のトリプルアクセルが回転が効いてるかなっていうような、ちょっとこの角度だと見づらいですけれども、これがジャッジがどんな判定をするかで、はい、セアシュレデルフトドッグトーロ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 フトドッグトーNice, that was huge. Second place after the short program, and here's that triple axel. Look at the tight rotation. Great attack.緊張の一瞬です。トリプルアクセルショートなんとか入れてきたという浅田真央。これですね、はい、最初のスピードから来たなと思いましたがもうほとんど、トリプルアクセルへの助走、1日1日、はい、一つ一つどん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 良くなっていきますね。少しダブルアクセル決めていきましたし、であのジャンプを決めるということだけではなくて演技全体トリプルアクセルを入れてもあの大きなミスが出ない。